皆さんこんにちは、ロンドンで音楽活動をする横井優子です。ジャズボーカルワークショップや個人レッスンの、内容の紹介をしたいと思います。まず英語の歌を歌うにあたって、より伝わる発声法や発音法に焦点を当てます。思っているよりお腹を使う子音の摩擦音ですね。例えば、という音ですね。こういったことを、強化していきますとテンポの速い曲でもしっかり発音ができるようになります。その他 L and R の音ですね。Lane and Rain のような言葉、こういったことをしっかり識別できるようになります。その他半母音の W and YY を用いた単語ですと、Yeah and A ですね。こういったこともしっかり、発音ができるようになります。母音では英語特有の母音を使った発声法を用いますので、だんだん、体に染み付いてくると思います。その他英語らしい音の要となる、Schwa という音を見ていきます。手話で、代表的なのは例えば the っていう言葉ですね。 the ではなく the、枯葉という曲の、冒頭を用いますと the fallen leaves the fallen leaves the ではなく the fallen leaves なので歌に乗せると the fallen leaves ですね。なのでこういったところで少しずつ違いが出てくるんじゃないかと思います。また、日本語の、あという一つの音で、代用されている音がありますね。それを、例えば、ハッピー、ラブ、バードという英単語ですね。これを、しっかり音の識別をできるように分けていきます。英語で主に3つに分けていきます。なので、ハッピーLove and Bird。 音の明るさなどが違うのが聞こえますか？こういったことを、しっかり学んでいきます。英語音声学と、発声法を、組み合わせて一緒に学ぶことでより自然な言葉の運びができる歌を歌っていただけるようになるんじゃないかと思います。もしよろしければ一緒に学びましょう。では